はい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 、中国共産党、習近平、ざまあみやがれ、ざまあみやがれ。俺たちのですね、岸田総理がですね、なんと習近平の顔に泥を塗ったくりました。超塗ったくりました。はい、中国共産党からですね、迫害を受けているとされるですね、法輪功学習者を、なんと日本政府が難民認定いたしました。難民認定いたしました。ね、日本でですね、難民認定されるのって、超絶難しいんですよ。超絶難しいんだけれども、中国共産党は、間違いなくですね、この法輪功学習者の方に対して、内臓の強奪、そして、民族大虐殺、虐殺をやっている、ジェノサイドをやっている、中国政府はジェノサイドをやっている、だからこそ日本がこのことだ、この人たちを助けてあげなければならないという形で、難民認定をするというですね、とんでもない事態になっておりますね。ほんでね、これをですね、私ツイートしたところですね、違うぞと闇熊とね、これはですね、中国人を難民認定するというのはどういうことだと、中国人なんてみんなスパイなんだから、難民認定をするべきではないという声がですね、ある意味最も、ある意味ごもっとな声が相次ぎましたので、この件についてもですね、ちょっと説明させていただきたいと思います。どうも闇の熊さんでございます。はい、ということですね、これね、日本のマスコミがですね、あんまり取り上げないんだけれども、これ大ニュースなんですよ。ちょっとコーヒー飲むんですよ。これ何が起こっているのかっていうとですね、日本政府がですね、日本でさ、全然難民を認定しないじゃないですか。日本ので難民の認定のレベルってすごい難しくって、これね、アメリカなんかはですね、2019年トランプ政権の時ね、移民とか難民に厳しいと言われるトランプ政権の時でも、2019年の認定数、難民の認定数が4万4000人を超えていたんだよね。4万、アメリカで4万4000人ね。じゃあ、同じ時期日本はどうだったかっていうとですね、これなんですよ。2019年、日本で難民として認められたのは、たったの43人でした。そう、こういう数字を見ていくと、日本って本当に難民認定全然しない国だなんて分かってくるでしょう。ね。で、このね、難民認定をですね、全くしない日本政府がですね、なんと中国人に対して難民認定をしてしまったんですよ。これを聞いて、俺もね、一瞬で頭に血が昇ったんだけどね、お前スパイにと思ったんだけど、法輪功学習者であるということを聞いてですね、あ、納得って思ったんですよね。なぜかというと、この法輪功学習者っていうのはですね、中国の国家には法輪功っていうのがありまして、簡単に言うと宗教みたいなもんなんですよ。これをですね、中国共産党がね、中国共産党をですね、なんか追いやるですね、やばい宗教であるっていう認定をね勝手にしてですね、この法輪功を学んでいる方々を虐殺しまくってるんですよ。イチャモンをつけて拘束をして、しかもねよく聞く内臓強奪、中国でですね子供たちがいなくなって、なんか内臓を抜かれた状態で見つかったとかいうニュースいっぱいあるでしょうね。ああいうね国民から内臓を強奪してね、それを海外で高く売ってるっていう、もう悪の組織のど真ん中みたいなやつらでしょ、中国共産党でね。そのね内臓を強奪されるその対象者になっているのがこの法輪功の学習者の方々なんですよ。超かわいそうでしょ。もう何人も何人も虐殺されて内臓抜かれてるんですよ。ね。そのね、法輪功学習者の方がですね、日本に来てですね、難民認定をずっとしていたんですよ。助けてくれ、日本と。ね。そしてですね、これを日本政府が、なんと認めたと。で、日本政府がですね、これね、法輪功学習者を難民認定するということは、中国共産党はジェノサイドをやっている。中国共産党は法輪功学習者の方々の内臓を強奪して、大虐殺をする、ジェノサイド政府であるということをですね、もう暗に認めるような状況になってるんですよ。いや、そうですよ。そういう考え方がないとですね、日本政府がね、中国に対して難民認定、この難民を全く認めない日本がですね、難民認定するわけないんだから。これによって中国共産党は、もうね、メンツ丸つぶれ、日本政府にですね、顔に泥を塗られたという状況になっている。というのがですね、今現段階の話なんだけれども、ただね、やっぱりみんなね、俺の動画を見てる方なんかは、中国の人間に、難民認定してしまって大丈夫なのか。ね、中国の難民認定し、難民申請をしてきてる奴らの中には絶対スパイがいると思うんだけどという方たくさんいらっしゃいますよね。結論から言いますね、これね、自民党のね国会議員さんから聞いたりした話なんだけれども、はっきり言いますね、中国のスパイはいます、います。難民認定をしてきている中国人の中に中国のスパイは明確に存在をします、存在します。だからこそ簡単に難民認定ができないという状況にもなってるんですよ、なってるのよ、これ、本当よ。だからみんなが言ってる心配ってね、当然なんですよ。当たり前。もうその通り、おっしゃる通りなんですよ。でね。でね、ただね、思うのがね、こんなにね、難民認定をですね、認めないですね、日本に対して、難民として申請をするっていうスパイって、超効率悪くねえと思いますよね。普通に日本に入ってきて、ね、企業で働きながらスパイすればいいじゃんと思いますよね。いや、その通りなんだけれども、じゃあ、難民申請をしながらですね、スパイをしている中国人っていうのは、何が目的なのっていうところで言うと、ここが目的なんですよ。ね、日本で難民申請をしている、ウイグルの方々であるとか、法輪功の方々、どんな奴らが
が日本にいて難民申請をして、そして中国共産党のことを悪く言っているのかというリストを作るためにね、自分も難民としてやってきて、そして難民申請をして、でね、あのね、こう難民申請をしている中国人のグループがあるでしょ、ウイグル人のね、あのジェノサイドを受けている中国人のグループあるじゃないですか、あそこに所属をしようとしてるんですよね。でその状況を実はウイグルの方とか法輪功の方も知っているから、簡単にね、日本政府が主導するですね、あのね、あの難民申請をしてらっしゃる方々のグループこちらへみたいなですね、あの呼びかけをしてもですね、出ていけないんですよ。なぜかというと、同じ難民申請 しますって集まってきている中国人の中に中国政府からのスパイがいるのを知ってるから、知っているから住所も教えないし連絡先も教えないで、もう個人で難民申請を一生懸命やっている、日本政府の援助も受けられないね、どこに中国のスパイがいるからって分かんないからっていう状況が実は難民申請者の中にもあるんですよ、中国からので。これはね、あの日本の国会議員の政府も知っていて、なんとか対応しようとしているという状況があるらしいんですよ。これ議員さんから聞いてから、これ間違いないですよ、間違いないですよ。だからみんながですね、俺のツイートにですね、中国の難民申請してるやつなんてスパイいっぱいいるだろうこの野郎って言ってきてるでしょうね。正解、本当にいるんですね。だからね、難民申請なんかしちゃいけないというご意見もあるでしょう。でもね本当に助けを求めている法輪功の学習者の方はいるんですよ。だって中国に帰ったら殺されて内臓を抜かれて売られるんだぜ。自分だけじゃなくて自分の娘とか息子が。帰れますか、中国に。帰れないんですよ。だから日本政府助けてくれて、本当に助けを求めてきている法輪功学習者の方もいらっしゃるんですよ。だから本当にやばい助けてっていう方と、本当にやばいスパイの奴らとか混ざっちゃってるのが今の状況。ね、だからですね、それをじっくりと見極めながらですね、難民申請をしていると。で、安心していただきたいのは、この法輪功学習者の方がですね、難民申請が認められたのは、これが2例目、あの、2人目なんですよ。2人目。つまり、本当に日本政府は慎重に見極めた上で、難民申請を認めているという状況でございますので、そうそう簡単にですね、この難民ルートからですね、スパイが入ってくるという状況ではないと思いますので、そこはね、ある程度安心はしてほしいのね。いや、だってね、これ見てみ、あの、ヨーロッパとかアメリカと比べて日本がどんだけ厳しいのか、これ見たらわかるでしょ。アメリカはですね、先に言っとくと、日本のですね、2019年トランプ政権時代のね、難民の申請数だよ。申請数は約1万人でした。で、そのうち難民として認定されたのは43人でございました。ね、これを基本として考えようか。じゃあ、アメリカはというと、2019年、これ全部同じ年ね、難民の申請者は日本1万人に対して、アメリカはなんと20万人が申請をして、認められたのが4万4000人も認められてるんですよ。わかります？だってね、これね、割合をね、いくとですね、20分の1にすらいいんでしょ、これ。4600人とかね。だから、日本で2600人くらい、2200人くらいか。ということは、日本の200分の、50分の1くらいか。そうだね。日本の、50倍認めてるんです、アメリカ。で、アメリカの50分の1しか認めていないのが日本という状況でございます。もっとすごいのが多分ね、イギリスなんですよ。イギリスなんかはですね、難民の申請数ね、1万人の日本に対して、4万人が申請するんだよね、イギリスって。で、そのうちのですね、なんと1万6000人をですね、難民認定で認めちゃってるんですよ。すごい認め方でしょ。これ半分近くをですね、認定しますってやっちゃってるんですよ。だからヨーロッパってあんなに移民で混乱するんですよね、難民で混乱するんですよ。バカでしょね、わかります。で、日本で言えばね、これ日本はね、これ ね、ね、1万人のうち43人でございますから、これ何倍だと思います？じゃあ日本の方ですね、じゃあ4倍してみる。4、4、16だから、160人か。で、160、だから、イギリスはですね、日本の100倍認めてる。日本はね、イギリス、難民認定数は、イギリスの100分の1です。100分の1です。ね。わかります？どんだけ日本がですね、あの難民認定することに関して慎重になっているのかっていうのは、これでわかっていただけると思うんですよ。でね、俺はこっちのね、難民として入ってきてるですね、スパイよりも、やばいのは、ね、起業家として入ってきてるスパイ、ね、中国人留学生であるとか、中国人会社員であるとかね、普通にね、あの働き手であるとか、学生として日本に入ってきて、で、中国共産党とのつながりが実はあって、スパイをやっている奴らの方が、よっぽど俺はやばいと思うのよ。よっぽどやばいよね。で、去年もですね、これね、山王研っていうですね、あの国立の超でっかい研究所の主任研究員の中に、なんと中国籍のやつがいてね、しかも主任で、だから先端技術をですね、中国系企業に情報漏洩してしまっていた。
っていう話があって、これ逮捕されたじゃないですか。で、これをね、こっちの方がよっぽど問題で、で、こっちの方に関しては、これを防ぐために俺たちの高市早苗がですね、必死でセキュリティクリアランスを今、国会で通そうとしてるから、ちょっと本当ね、高市さん及び岸田政権を全力で応援してあげて、今岸田政権が倒れると、このね、セキュリティクリアランスがね、通らなくなってしまいますから、今も全身全霊で応援してあげて、これさえ通ればね、これ民間人も、主ですね、これね、ちゃんとね、縛るためのですね、このスパイ防止法の一環でございますから、ってコーヒー飲むね。こういうね、今ね、これね、問題になっている、この社会人のですね、社会人とか留学生の問題っていうのは、この高市さんのセキュリティクリアランスが通ればですね、相当数抑えられます。相当数抑えられるという状況になってるから、だから今ね、一応政府はですね、このスパイを防止する方向に走りまくってるから、この辺はね、ちょっと安心してほしいの。ただね、俺、もうちょっと高市さんに要望していいですか？要望していいですか？俺、アメリカみたいになってほしいんだけど。だってね、今のですね、日本のスパイに対する対応っていうのは、スパイがことを起こして、情報を盗んで、中国に売り払った後で発覚をして捕まってるっていうのが全部ほとんどじゃん。つうかもうそれしかないじゃん。つまり、情報は抜かれてるんだよ。抜かれちゃってるのよ。抜かれて盗まれちゃってるのよ。で、盗まれてから捕まえてるっていうのが今の日本の状況なんですよ。で、これはね、外国人だけではなくてですね、日本の国民にも同じようなスタンスなんだよね。例えば警察とかってさ、例えばストーカーなんかがいるじゃない。で、明らかに、付け狙っていると、問題があるという形なんだけど、警察はなんていうか皆さんご存知ですよね。事件が起こらないと僕たちは動けないんだ。ね、事件が起こってから動いたってお前遅いじゃねえかってみんな思うよね。でも同じような状況が外国人にも今適用されてしまってるという状況なのよ。ね、日本の人はしょうがないのかもしれないけど、俺これをね、なんとかしてほしいの。だってさ、アメリカとか見てみ。アメリカの方さ、これこの間動画にしたけれどもね、中国人の留学生をですね、どんどん国外通報してるんですよ、アメリカって。これ何かというと、中国人留学生は何にもアメリカの国内で問題を起こしてないんですよ。でもね、留学生として受け入れるときに中国共産党とつながりがないかどうかとかいうのをですね、ものすごく細かく調べるので、結果としてつながりがあったということが分かったらですね、もうその時点でね、アメリカ国内で犯罪をしていなくても強制送還してるんですよ。こういうことやりたくないですか、皆さん。俺はそこまで行きたい。いや、俺そこまで行きたいよ。で、だって西側諸国、これアメリカだけじゃなくて、イギリスであるとかですね、フランスもですね、今その方向に走り出してるわけでございますから、日本もですね、ちょっとあまりね、日本はね、中国との距離が近すぎるから、あまり敵対的な行為をやりすぎるとちょっとまずい状況にもなるし、中国で働いてる日本人でめちゃめちゃ多いから、あまり激しいことをやりすぎると中国国内で働いてらっしゃる方々がですね、拘束されて牢屋にぶち込まれるとかいう人がね、増えちゃうのよ。だからね、日本政府もですね、非常に慎重になっているという面はあるのは知ってるよ。知ってるんだけど、でもヨーロッパとかアメリカがここまでさ、何も犯罪していなくても中国共産党とね、つながりがあったらやばいよねという状況になってるんだから、やってほしいの。でね、俺ね、ごめんね、その第一歩だと思うの、これ。そこコーヒー飲みます。第一歩だと思うのよ。だってさ、この法輪功の学習者の被害っていうのは、日本には関係ない話でしょ？日本には関係ない話だから、日本はね、無視しときゃいいんですよ。でもね、今回の、今の政府は、無視をしなくて、中国の国内では間違いなくジェノサイドがある。そしてあなたはその被害者ですね。であるならば、難民として認定いたしましょうという結論を出したんですよ、今回。わかる？これね、中国を明確にね、悪であるというですね、風に認定をする。俺、第一歩だと思うんだよ。だからみんなにこの状況を伝えたいなと思ったのよ。でね、そう、でね、俺、もうこのね、あまり中国を敵的言いすぎると、中国の国内でいる日本人がやばいことになるから、あんまでかいこと言わない方がいいとは思うんだけれども、でもね、今のね、世界の状況をですね、これね、この記事を読んだ後でね、もう一個ね、読みたい記事があってですね、これアメリカの状況なんですよ。もう時間がないと、アメリカの空軍長官が言い放ちました、公式の場で。何かというと、これ、もうこれ見てみ、これ。中国共産党との戦争に備えるため、アメリカ空軍と宇宙軍の抜本的な組織の改変と能力向上に着手をすると発表しました。中国共産党軍はアメリカを仮想敵国としてした軍備増強を行っているので、我々米軍にはですね、もう時間がないんだと危機感を表明した。わかります？ね。アメリカの空軍の長官ですよ、これ。これを公式の場で言ってるんですよ。アメリカ空軍の長官が中国共産党との戦争に備えるために米軍を組織改編する。これを公表する状況になってるんです。公表する状況になってんの。で、これ、だって日本のマスコミとか知らんでしょ、これ。大手の新聞社とかこれで言ってないからね、これ。言ってないからね。こういう状況にある中、ね、岸田政権がですね、あんまり大きなニュースにならなかったとはいえ、中国からですね、ジェノサイドから逃れてきた中国人をね、難民認定して、中国共産党がジェノサイドをやっている、虐殺をやっている、内臓の強奪をやっているということを暗に認めたからこそ難民認定が通ったんですよ。
こうやってね、俺ね、あのね、中国に対する配慮っていうのはね、日本としてはね、もう根強いものがあるからですね、俺がどんだけ中国の悪口を言ってもなかなか広がらんのだけれども、でもですね、徐々に徐々に中国っていうのは悪辣な国だよねということを、政府がその対応としてやっているというね、状況、事例がね、増えてきてんのよ。で、そのうちの一個だと俺は思ったので、これをぜひお伝えしたいと思ったの。はい。ということでですね、これ読んでいく、読んでいく、読んでいくよ。はい。中国共産党の習近平の顔にですね、うちのキッシーがですね、泥を塗ったくりました。泥を塗ったくりました。当たり前ですよ。中国はジェノサイドをやっている、内臓強奪をやっている悪辣な組織だ。あなたは私が助けてあげるっつって難民認定出したんだから。そういう話なんですよ。はい。ということでですね、これね。いやあ、痛快だ。あ、これ。はい、読んでいきます。行こうか、行こうか、行きますよ。法務省、法輪功学習者を難民認定。国内で2例目でございます。はい、行きますよ。2例目なんだよね。本当はもっとね、助けてあげたいんだろうけれども、スパイがね、中国スパイが嫌がることは日本側もわかってるから、そうそう簡単には認められないんです。で、それでいいと思います、僕は。はい、行きますよ。法務省が2023年の末、日本在住の中国人法輪功学習者を難民として認定したことが分かりました。よっしゃ、国内では2例目でございます。めちゃくちゃ慎重だろ、日本政府ってね。NPO 法人の日本法輪大法学会はですね、取材に対して、中国国内での法輪功修練者への迫害のひどさね、殺されて内臓抜かれるわけだからね、事実として理解をしていただけたのではないかと語りました。そうだよね。難民認定をされたのは中国南部出身の祝さんですと。十数年前ですね、年末年始の休暇を利用して来日日本に来ていたんだが、日本に滞在をしている間にですね、なんと中国の自宅が強制捜査を受けまして帰国ができない状況になりました。帰国をしたらとっ捕まえられてしまう。そして今の状況から言うと内臓と抜かれて売られてしまうという状況だったからね。だからもう帰れなくなっちゃったんですよ。で、現在は高齢のため家族の元に身を寄せているそうでございます。そして祝さんの家族によるとですね、ちょっとコーヒー飲みますね。はい、中国の警察は、この祝さんの自宅のドアを破壊して侵入。法輪功にですね、関連する資料を探す捜査官は、室内を乱暴に漁りました。祝さんが暮らしていた地域に、法輪功学習者はあまりいなかったため、逮捕となると警察は宝物を見つけたように駆けつけたというとね、中国共産党は法執行機関にですね、法輪功を迫害へのですね、インセンティブを与えるため、法輪功学習者を捕まえるために、報奨金を支給しているとの情報もあると。わかる？金欲しさに、あいつ法輪功らしいですよっていう噂を元にですね、とっ捕まえに来るんですよ。そんな国にいられるわけないでしょね。日本政府はこれまで信教活動の中でまとめ役を果たすですね、法輪功学習者は必ずしも中国共産党のターゲットにはならないとの観点を示してきました。そうした中ですね、そういった役割になかった学習者である祝さんが難民として認められたということは象徴的な出来事として考えられていると。いや、そりゃそうですよ。いや、あのね、中国に対してですね、厳しい態度をなかなか取らなかった日本政府がついに取り始めたよという話なんだから、これ中国からしたらもう超ガン切れする案件だからね。 NPO 法人日本法輪大法学会の稲垣会長はですね、大企業の取材に対して、日本では難民申請が認められるケースはごく稀であると。さっき見たらわかるでしょね。アメリカでは4万4000人が認められている。日本にはなんと43人、はい、という話だからね。で、どこだっけ、ごく稀として、認定はですね、中国共産党の私たちに対する横暴を認識したことの表れだと思うと述べました。本当その通りですよ。中国共産党による法輪功迫害は1999年から始まりまして、信仰を放棄させるための拷問や虐待、臓器の強制摘出、これをずっと何回も動画にしようね、臓器狩りですよね、が今日もですね、中国の本土で行われております。さらに中国共産党はですね、海外でも弾圧や嫌がらせを行うため秘密警察署を各国に設置をするほか、はい、日本にもなんか秋葉原のあたりに、秋葉原だっけ、神田の神保町だっけ、なんかあるとかいう話だよね。あと名古屋と福岡にもあるんでしたっけ。とっととなんだか知らんこの野郎。はい、設置をするほか、大使館や工作員を使った世論工作を展開しております。国際社会はですね、中国共産党による法輪功迫害を厳しく非難してきました。欧州議会はですね、1月の18日中国共産党による法輪功学習者への迫害を非難する決議を採択しました。これこれにはですね、日本の議員も声を上げ、人類史上最悪のジェノサイドに見て見ぬふりをしてはならないと訴えたわけでございますね。やっとですね、中国政府が政府ごとジェノサイド、民族大虐殺をやってるってことを暗にだけれども公式に認めたのが今回の結果なんだよ。これは大きいよ本当に。稲垣氏はですね、中国国内での法輪功修練者への迫害のひどさをぜひ事実として認定してほしいと語りました。今後も多くの人々に真相を知ってもらえるように努力をしていきたい。不当な迫害がなくなって自由に修練に打ち込める日が早く到来することを願うばかりであると。注意、中国共産党による監視や嫌がらせのリスクが高いため取材対象者のプライバシーの詳細は記述は控えております。そうなのよ。これそうなのよ。誰が日本に逃げ出してね、あの中国共産党の悪口を言ってるのかということをですね、
めちゃめちゃリストアップして、弾圧しようとしてますからね。だからこういう一文が必要なんだよね。ということでね、これね、分かっていただいた、日本政府所管の法務省がですね、ね、分かりますね、中国人のね、法輪功学習者を難民認定とするというですね、この事態の大きさ、事態の大きさ。これはもう大、もう逆にね、俺概要欄にこの記事貼っとくから、俺大拡散していただきたいわ、本当に。はい。そして、ね、こういうね、徐々に中国の中国というのは悪辣なことをやっている、組織であるということをですね、きっちりとね、知らしめていくのは大事なんですというのはこれでございます。アメリカが中国と戦争するという言葉をもう使い出してるんですよ。いきますよ。もう時間がない。アメリカ空軍の長官、対中国共産党作戦念頭に軍の組織改編を発表しました。これすごい話なんだぞ、これ本当に。はい。アメリカ空軍のフランク・ケンドール長官は12日、アジア太平洋地域における中国共産党との戦争に備えるため、空軍と宇宙軍の抜本的な組織改変と能力向上に着手すると発表しましたね。中国共産党との戦争に備えるためです。中共軍はですね、アメリカ軍を仮想敵国とした軍備増強を行っておりまして、私たちにはもう時間がないと危機感を表明しました。中国だと、このケンドル長官はコロラド州で開催されたアメリカ航空宇宙軍協会のですね、戦争シンポジウムで中国共産党の脅威について警鐘を鳴らしました。アメリカ空軍が掲げるですね、組織改変と能力の向上は、人材の育成、即応性の創出、戦力の投射、能力の開発というですね、4つの主要なカテゴリーに分類することができます。その中には即応部隊の編成や、専門人材の育成、そして、大規模軍事演習の実施、統合能力司令部の新設、核戦力への、支援強化などが含まれております。およそ65年間廃止をしていた順位の階級も復活させるそうです。プログラミングやサイバー戦に関心のある宇宙飛行士をですね、育成して、専門人材を増やしますとね。アメリカはですね、決して紛争を望んでいるわけではございませんと、ケンドル長官は強調しました。一方、太平洋における中国共産党の、この軍事的な拡張を念頭に、我々はいつ紛争に発展してもおかしくない永続的な競争に巻き込まれているんだ。もはや紛争を遠い未来のこととして考えることは不可能であると述べました。はい。ケンドル長官は一貫してですね、中国共産党を主要な敵国として認識をしております。2021年には、アメリカ議会の聴取会で最優先事項は何かと質問された際、3つある。中国、そして中国だと答えたというとね、なぜそのようなことを言うのかと思うかもしれないと、私としてセンセーショナルなことが好きなわけではないんだとね、静かに行きたいんだと。しかし中国共産党は少なくともこの20年間アメリカ軍に対抗することを念頭に軍備を構築してきてるんであるとね、ケンドル氏は組織改編に際して一つの命令を下しました。これらの変革を成功させることが空軍省及び全ての上級将校の最優先課題とするという形で、どんだけ強い命令かわかるでしょ、これで。でね、で、コーヒー飲みます。これね、一面ですね、アメリカ軍が予算を獲得するためにこういう派手なことを言っているという一面も当然あるんですよ。バイデンっていうのはですね、アメリカ軍に対して予算を割くのを嫌がってたりするから、だからね、予算が足りないっていうのが、ね、現状がね、アメリカ軍にもあるんですよ。だから、この予算を獲得するために中国がどのくらい成長してきているのか分かってるのかということをですね、派手に言うというのもですね、これアメリカ空軍の今のね、一つのパフォーマンスになっているという面もね、間違いなくあるんだけれども、それにしてもね、ここまではっきり言いすぎてる。そして台湾有事とか中国の動きを見ていたら、決してアピールでは済まない状況になっているのは何となく皆さんわかりますよね。ね、こういう状況だからこそね、俺たちみたいなね、インフルエンサーが中国がとか言うんではなくてね、日本政府が中国は悪辣なことをやっているとはっきりと認めたというこの事例、法輪功学習者中国人をですね、難民認定したというこの事例、これは俺は大きいと思う。本当に大きいと思ったので皆さんにお伝えしようと思いました。ということでですね、これね、中国に対していかに対抗していくかっていうのは、もう世界の状況を見てもですね、とっても大事なことだと思いますので、またですね、シンボリックなネタがあったらですね、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。